小西、そのリンゴジュースで、あの幼児リンゴってやつめっちゃ好きなんですよ。一瞬それあるかなって思ってんけどさ、なくて。でもあれ、なんかこれ似てんのあるやんと思って、なんかこれも幼児リンゴとよう似た味しそうやなと思って買ってきちゃった。前髪今日邪魔だからかかってる。美味しそう。え、誰にしよう、この子にしよう、銀ちゃん。いただきます。いただきます。ずっとなんか飲みたかったのに。いただきます。あ、ぽい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 、うん、あ、やっぱちゃんとあれだね、子供用のリンゴジュースって感じの味がする。いや、幼児リンゴとよく似てる味がする。うまい。ごちそうさまでした。もう一個飲む。おいしい。足りねえぜって、そう、ちっちゃいから足りねえぜ。2本目いっちゃうぜ。いただきます。あ、おいしいわ。うん、喉乾いとったんって。なんかね、今日ずっと甘い系を口の中に入れたくて、そうで、ずっと結局あんまなくて、その甘い系を口にする機会が今日は。から帰りにその薬局寄った時に、あ、美味しそうと思ってこれ買って、なんかちょっと待ち焦がれてたから。美味しいよ。うめえ。糖分欲してたのねって。ね、そうみたい。次は大人リンゴにしようって。私リンゴジュースは、あの幼児リンゴ、今日からこれも入るけど、幼児リンゴか、ちょっとお高いリンゴジュースが好きなの。あのお歳暮とかでさ届くさ、黒い缶とか黒い紙パックみたいなさになんか入ってる、ちょっと高めのリンゴジュースが好き。なんかさっぱりしたリンゴっていうのはあんまあれかも、好きじゃないかも。こんなちょっとなんか甘いとかのが好きかも、リンゴジュースに関しては。ここで問題です。デレン、みかんはいくつ？答えにいる。
問題です。アンパンマンが問題を出してきてる。みかんはいくつあるでしょうか。答えまで5、4、3、2、1、終了。正解は4つでした。ちゃんと答え書いてるんだよ、すぐここに。問題のすぐここに答え書いてあるからね。素晴らしい、当たった人は素晴らしいわ。おめでとうございます。まんま。まっ、なぜリンゴジュースにみかんの絵って。確かし、みかんって言葉も数に入れてしまったって。あ、頭いいあれや、頭いい人の答えだ。純粋な心を持ってないばかりにいた。そうだよ、人は大人になるにつれいろんなことを経験し、そして純粋なこのみかんが4つという答えが5つ6つ7つ8つとなってしまうのだ。それが大人になるってことかもしれない。そんなことまで思い出させてくれるジュースってことですねって。そう、素晴らしいね、このアンパンマンジュースは。汚れちまった悲しみに痛々しくもおじけつき、汚れちまった悲しみになすところもなく日は暮れる。もう純な僕には戻れないって。戻れない。ごちそうさまでした。美味しかった。はあ。見て。寝る？逆になってんねんけどさ。桃になっててさ。桃かって書いてんの、英語で。可愛いよね。ファンの方がくれた。寝る？ももかって書いてる。かわいい。
今日はなんか眠たい日だわ。今でも毎回眠たいって言ってるから。晩ご飯はって晩ご飯ね食べてきたの。美味しそう。そう帰りになんかもうなんか絶妙に遅い時間だったから、今日は食べて帰ろうと思ってネギシってきた。初めて一人でネギシ行った。てか人生で2回目ネギシ。そう人生2回目ネギシ。めっちゃ美味しかった。なんかあれネギシ大西好きかもって思った。1回目は誰とってあれ誰いたかな。チームエイトのメンバー結構いて6人ぐらいやったかな。大西、なぎちゃん、横山、ゆい、ランリー、あと2人ぐらいエイトのメンバーがいて、の時に大西初めてネギシ行ったのよ。ほんまにめっちゃ前。そうだネギシやと思って、なんか晩ご飯食べて帰れたらいいなって思ってたから、なんかその辺の近くのご飯見ててんけど、って感じで、あネギシあると思って、ネギシか行ってみようかなと思って行ってみて、好きになったネギシ。ネギシあれおかわりできんやろ。おいしゃれ、トロトロとか牛タンとかほぼ食べ終わってから気づいてさ、そう悲しかった。でも次は絶対おかわりしようと思って。おかわりできるんですよ無料で。とろろいいの。おしはとろとろ芋って言うんでんのあれを。そうおかわりしたかったって、そうおかわりしたかった。あれもう終わりやと思って、ご飯あれもしこれ足りんのかなと思って、ご飯ちょっとこれお腹パンパンにはなんないかもなと思いながら、目の前に張り紙あって、あっおかわりできるって書いてると思って、うわミスった次は絶対おかわりする。めっちゃ美味しかった。美味しはなんか5個ぐらい種類の乗った牛タン食べた。なんか味噌のやつが美味しかった。味噌なんか味噌のなんかやつがあって、お肉があって、それがめっちゃ柔らかくて美味しかった。てか全部美味しかった。厚切りと薄切りどっちがええって、じゃあね薄い方が好きなんですよなるべく。タンはね、タンっていうかお肉全般そうかも、薄っぺらい方が好きかも。ちょっと分厚いお肉はそうここが気持ち悪くなっちゃう。一人でご飯屋さん行ける勇気すごいって。本当何も気になんないのってなんかやっぱ人間だよね性格。なんか昨日か一昨日かなんかのテレビでもさ、なんかソロ昨日やったかな、昨日だソロお昼にソロ活なんか一人でその活動できるのはどこまでいけるかみたいな、なんかテレビやってて昨
企画みたいなんで、でなんかチェックつけるところがあって、なんか遊園地、焼肉、キャンプ、映画、遊園地、コース料理みたいな、なんか10択ぐらいあって、どうにしやったら、あでも行けって言われたら映画以外は多分行けんなみたいな、まあでも映画も行けんねんけど、あんまなるだけ行きたくないんですよ、映画は一人行けんねんけど、まあでも大体行けるかなみたいな。でもキャンプなんか荷物自分で持って行って一人でやんねやったらちょっと一人は嫌やなみたいな、そう考えてて、で旅行嫌っていう人がね結構多かったのよ、一人で旅行みたいな、えみたいな、一人で旅行嫌なんやと思って、行けないですみたいな人も結構いて、あと一人カラオケ絶対行けませんみたいな、あと一人ご飯それこそ行けませんみたいな人とも結構いて、すごいなって思った。そうなんだね。一人旅行はなかなかハードル高くないって。いやもし旅行こそ結構一人がいいかもしれない。あ旅なんて一人がいいのにってあね、なんかもちろん家族とか仲のいい友達とか行くってなったら、まあそれはそれで楽しいねんけどさ、やっぱ一人でも行きたいなっていう気持ちはめちゃめちゃある。そうなのね。ね、どっちでもいいから旅行したい。どこ行きましょうってね、どこ行こうか、一人旅行行くってなったらどこでもいいんだよな。飛行機とか乗るってなるなら嫌だけど、新幹線で行けるとこがいい。飛行機はね、あの乗り方よく分かってなくて、いまだに。だから新幹線、電車系で行けるところがいい。行き当たりばったりの旅って、そうなんかね、そういうのいいよね。なんかそれこそ関東とかやったらさ、なんか適当に電車乗ってその線の最後のところまで行ってみてみたいな、適当にね、でその辺でなんか降りてご飯食べてみて歩いてみてみたいな、そういうのもいい。なんか近場でもいい。熱海ね、そう行こうって言ってるのよ。あの行けるかどうかは全然まだ分かってないんだけど、そうあの気にせんのね、あの舞台のメンバー、そう何人かで、そうサウナ入ってたんですよ。言ったっけこの話。あの君線の大阪行った時に、あのホテルに大浴場みたいなって、そうそうなのよ。でそこでその大浴場行くメンバーがわりかし固定されてて、でそのメンバーでサウナ部作ってサウナ部っていう LINE グループがあるんだけど、そう
熱海に行けたらいいねみたいな話をしてて、そう今年中に、そうだからうわ行きたいと思って、そうなのよ。風呂好きなんて、お風呂大好き、お店、そうお風呂入るまではめんどくさいねんけどさ、でもなんかお風呂入りに行くのとかは好き、外のなんかそれこそサウナがあるさ温泉とかそういうのは大好き。頑張れば日帰りできるって、そうなのよ、みんなで忙しくてもワンチャン日帰りでなら行けるんじゃないかみたいな言ってて、そう熱海ね行けたらいいなって言ってる。そう、行ったらいいな。わりかしね頻繁にサウナ部のラインは覚えてんの、今日ここのサウナ行ってきたみたいな、なんかその君戦の舞台でなんか5人いんのかな、メンバーが。そう大西とニヤリさんとウッキーさんとユキちゃんとユリエさんの5人なんですけど、そうなんかもう今日はここのサウナ行ってきたみたいなLINE で来る、うわいいなと思って、お店も、14分のお知らせありがとう、20分に終われるようにするわ。大西サウナ好きなのって、大好き大西サウナ、なんかで岩盤浴も最近初めて行ったのよ。それはね、あの君戦、舞台君戦の東京公演の時やったかな、なんかその辺に行ってんけど、大あの岩盤浴でも、私は岩盤浴よりはサウナ派だなって感じ。なんかやっぱあれよね、なんかやった感がすごいじゃないサウナって。そう なんだろう結構大西はこう手っ取り早くっていうかそう岩盤浴ってわりかし結構長めにいなきゃダメじゃない、あのなんかまあ 寝転んでじわじわっとなんか体の中から温まってみたいな、じっくりゆったりって感じやねんけど、むしろもうパパッとなんか熱くなってパパッと水風呂入ってはっみたいなのが好きなんですよね。そう何周するのって、私はねサウナと水風呂は5周する、5周するといいよってウッキーさんが言ってて、だから5周する、そう毎日5周してた。何分入るんって、なんかその大浴場はあのサウナ、大浴場のサウナはあのあれがついてて、あの砂時計、それが多分5分ぐらいだったんですよ。だから5分サウナ入ってで水風呂行ってみたいな、そんな感じだった。5周はすごいと、あ本当、あそうなの、でもなんかもうもっと入れる、音痴 ずっとあれを繰り返してたいって思っちゃうぐらい気持ちが良い。うん、
そう、よく暇あるねって。あ、時間だからもう夜中やったよね。あの大西が行ってた期間はあの舞台気にせんの期間だけやから、確かにもう気づいたらもう夜中みたいな、全然日付変わってるぐらいの。そうで、結局大阪行ってた日は毎回夜の9時とかぐらいに終わって、そっからホテル帰ってご飯食べてでしてからのお風呂やったから、まあ、夜の11時ぐらいから夜中の2時ぐらいまで毎日みたいな。で次の日朝9時前に起きてみたいな、なんかそういう感じの毎日を過ごしてた。うん、ただその舞台気にせんでやってた役が本当に私的にはすごく体力を使う役だったんですよ。セリフ量も多かったし、で盾も結構なんか私は体に結構きてて、だからあのサウナに入ってその水風呂とサウナをこう繰り返すだけで疲れが本当にどっか行っちゃうんですよ。で朝もすごいすっきり起きれるっていうなんか日々が続いてたから、夜ね、それこそ睡眠時間削ってまでもっていうぐらいにそっちの方が次の日体が楽だったからそうしてた。うん、そうなの。サウナ偉大と、本当にサウナ偉大だなって思った。なんかそれこそあの今年やった恩師梅坊さんの舞台があったんですよ。そう、4月5月でやった舞台で、そう、その時もアイシング、そうアイシングを用意してくださってたんですよ、その梅坊さんの方が。でそれ足ぐらいまで入ってみたいな、で、まあ、10分間から15分ぐらい氷水にこう下半身つけてみたいなことやってて、で梅坊さんの舞台も体がめちゃめちゃ疲れるのね。あれセリフがない舞台で動きと踊りと表情みたいな、なんかそういう感じの舞台だったので、とにかく体を使う舞台だったんですよ。だからそうアイシングをすれば次の日の筋肉痛とかがほぼなくなるみたいなっていうのが、そうあの時に分かって、そっからねちゃんと水風呂入るようになった。あの大浴場とか行ってもそう。でもね、未だにねあの公園で釣った右のふくらはぎはめっちゃ痛くてさ、これはどうしたらええんかね、これはこれどうしたらいいんだろう。別に左足とかはね、左足もつったんやけど痛くなくて、右がねちょっと痛いんだよな、これふくらはぎまだ痛いんだって。そう、お兄ちゃんも今日びっくりした、湿布かなって。湿布がいいんだ。ほんと湿布ないや、あの冷えピタならあるけど。え、肉離れではないよねって。え、やだ怖い。肉離れはなってない。なんか前ね肉離れっぽいことなったことあるけど、一回ネモハムルーマンの時歩くと痛いって。あー、階段
がいてってなるぐらいかな。普通に平面歩いてる分はそんないてってなんない。階段登るときと降りるとき、降りるときが痛かったかな。あ、冷やす湿布はダメって。あ、オッケー、分かった。温めた方がいいのかね。湿布か、湿布明日買うわ。ありがとう、教えてくれて。うわ、今日薬局行ったのに、ミスったわ、ミスったわ。で、あ、20分過ぎてるね。ということでですね、本日はこの辺で終わりたいと思うので、じゃあそろそろランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ、いきます。1位ハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位が、MM ルルズアットマーク岐阜ヌルト人生に乾杯さん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がよっちゃんのゆももち大好きだよさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位が RTO アットマークおにしぐまりやさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がさとちアットマークおにしぐんさん、ありがとうございます、イエイ。そして、6位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がキョイさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位が黒芝のリコテンさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がまさみーさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位が、みーちゃん、ありがとうございます、イエイ。これフルネームはあるのかしらね。みーちゃんでよかったかな。ありがとうございます、皆様も本当にありがとうございました。ということで本日はこの辺で終わりたいと思います。この後メールも送るので待っててね。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。すごい今サンキューサンキューになってる視聴者数。うん、でもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃佳でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではメール待っててね、バイバイ、ありがとうございました、バイバイ。